こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、20年後のこの日本の状況を私が70代になった時にどのように振り返るかなっていうことをね、物語みたいな形でお伝えしていこうと思います。まあ全体的には私が過去20年を振り返って50代の頃、60代の頃、そして70代になった今みたいな感じで思い出しながらね、語っていくみたいな、ちょっとこうタイムスリップしたみたいなね、物語になると思いますので、お付き合いくださいませ。今回はちょっと悲観的に世の中を考えてみました。基本的には荒廃した東京、2044年のことです。その時に私は70代の老人になってますけども、その独り言と思ってね、聞いていただければと思います。時は2044年、今から20年後なんですけども、東京はかなり荒廃しています。その片隅で旅行中だった私は78歳になっています。薄暗いワンルームのアパートのベッドに横たわっていると、そんなことを想像してください。窓の外にはかつて活気に満ち溢れていた、そんな私の記憶の片隅にある街が今やゴミの山と廃墟で覆われている、そんな風に想像します。そういえば東京オリンピックってのが延期になったけども無理やりやった時があったなと。あの時の菅総理は数年前に亡くなって、そういえば二階幹事長って人もそういえばいたなみたいなことを思い出してね。で、総理大臣が変わった岸田総理が次々とおかしな政策を立てていって、きな臭い雰囲気だなと思った、その10年も経たないうちに、そう、2030年代に自民党がついに解散したっていうね、そんなニュースが世界を駆け巡ったかなっていうところです。それと同時に消費税は廃止になりました。それは良かったんですけども、でも新しい問題がね、どんどんと明るみになってきました。というのも、自民党が官僚とともに隠し続けてきた、そんなね、負の遺産が新しい政権により次々とあらわになったからなんですよ。で、私が20年前を思い出しながら語るんですけども、日本は2024年の今現代ですよね。私が50代だった時は少子高齢化、重税、政治の腐敗、外国人犯罪の多発、食料不足という深刻な問題が始まったところだったんですよ。でも多くの日本人はそれをあんまり信じていませんでした。当時明石市というところからね、もうものすごい政策を実現させてくださった泉房穂さんっていう人が救世主になるんじゃないかなってことで多くの人が期待したわけなんですけども、なぜか芸能事務所に入り、それからね、明石市でやった時のような思い切った政策ってのがなかなか出てこなくなったっていうところで、どうしてなんだろうというふうに不思議に思ったんですけども、そういったこともね、数年すれば人々の記憶から、そして私の記憶からどんどん遠のいていったというところです。で、当時多くの人はそこまで状況が悪くなっていても楽観的な未来ばかりを信じようとしたんですよね。将来は良くなると思って大阪で始まったカジノに興ずる人も多かったです。いつか誰かが何かをしてくれる、そういうふうな期待から次第に政治からも手を離し始めた、それが2024年だったのかなと思います。で、現実は結構残酷でした。まずは2025年から6年の間にスーパーにね、特売商品が届きにくくなったんですよ。そのうちに特売っていう習慣がなくなりました。これは明らかに物流が滞り出したからなんですよ。そして通販をしても商品が届かないっていうことがあちこちで起こってきました。それが毎日テレビメディアやインターネットの世界を賑わせるようになったんですよね。だから恐ろしくて私も通販が利用できなくなって、できるだけ近所のホームセンターやドラッグストアで商品を買うようになりました。そうすると個人の通販、つまりメルカリですよね、こちらの方がどんどん株価を下げていって利用率が悪くなっていったんですよね。政府は有効な対策を講ずることもできずに社会は急速に悪化していった。これは2026年頃起きたんですけども明らかでした。若い世代は希望を失って外国へどんどん流出してしまいました。いや、かくいう私も自分の子供がね14歳になった時に
ずっとインドネシアに眠らしていた私の法人の方に移して、そこで経済活動するように進めて、以来日本には戻っていません。いや、それはね、私はね、親の責任として良かったと思います。まあ今ではホテルの経営なんかしてるみたいですね。で、高齢者は増加し続けて、私もその一人なんですよ。今72歳3歳を過ごしてるんですけども、もうすぐ後期高齢者ですよね。で、その頃日本には高齢者という括りの中に後期高齢者という75歳以上90歳までの括りがあります。90歳から100歳までを末期高齢者っていうふうに呼ぶようになって、まるで早くいなくなった方がいいみたいな呼び方をみんなでするようになったんですよね。それは自民党が最後に残した国民に対する分断の仕掛けだったのかもしれません。当然ですけども、政治家はもう汚職をするために政治家になるぐらいしか道がなくなって、汚職にまみれました。国民は全く信頼してません。外国人犯罪は急増して、街は治安が悪化して、まるでね、どっか南米のある国を思い出すようです。そうなんですよ、地元の警察も完全に悪党と癒着して、賄賂によって逮捕を免れたり、お金がない人は何の罪もないのに冤罪を着さされて、おかしな罪で裁かれたりとかしていました。そして釈放してほしければお金を払えというようなね、そんな警察官も出てきて、ここで私が思うんですけども、地域の治安を維持しているいわゆるヤクザという人たちがね、どんなに頼もしかったかなというふうに思うんですよね。でも地域のヤクザはすでに解体されて、もうそういった任侠に頼ることも私たち国民はできなくなりました。だったら俺がと思って立ち上がろうとしても、すでに私ももう老人です。どうにもできません。50代の頃キックボクシングのリングに上がったなということを思い出しても、今ではちょっと走るともう息切れしてですね、めまいがします。いや、50代の頃にもっともっと格闘技やっておけばよかったなと思いますね。そしてね、最も深刻な問題は食料不足なんですよ。もちろん物流の状態が悪くなったんで、食料が地方に届きにくくなったっていうのもあるんですけども、最も食料が届きにくくなったのは都市部ですね。そもそも都市部っていうのは食料生産ほとんどしてなかったんですよ。で、そういったところに地方から物流が滞り出して、東京とか大阪に食べ物が届きにくくなった。届いてもものすごい高い金額になっちゃったんですよ。だから東京に住む人はいなくって、今私東京のね、旅行に来てると言いましたよね。東京までの交通費むちゃくちゃ安いのと、宿泊費もむちゃくちゃ安いんですよ。私がいるのはボロアパートなんですけども、ボロアパートがすでに民泊みたいな形で貸し出されて、1泊1200円です。当時の5つ星ホテルもなんと1泊1万5000円ぐらいで泊まれるんですよ。私が50代だったところは5万円から10万円の間のホテルがですよ。そのくらい東京は打ち捨てられる、そんな街になりました。国民は今飢餓に苦しんでいます。私が50代だった頃、若者の死亡の原因ナンバーワンは自殺でしたけども、でも今国民の死亡率ナンバーワンは飢餓です。飢えて死んでます。しかし政府広報は発表しません。不審死ということでね、その原因をひた確信してます。しかしインターネットメディアは連日盛んにまた餓死者が出たと、次はどの市区町村に食料の配給が滞るだろうかというような予測ばっかりしています。当然そんな予測された町には人は住みませんので、その町は急速に過疎化することになります。だからといって都会に何かチャンスがあるかっていうと、東京ですら人が離れてますからね。だから本当にどこの町に行けばいいのかみんなでさまよってる状態ですよ。で、私は50代の時にまあ YouTuber として暮らしていたんですけども、その他の私の周りの人っていうのは会社員の人が多かったです。しかし50代半ばから後半に行くに従ってリストラにあって、職を失って、ものすごく苦しい生活を余儀なくされ、そして生活保護に頼るように私も勧めたんですけども、生活保護の支給額はかなり絞られてきました。ただし生活保護は希望すればほとんどの人がね、受けれるようなそんな形にはなりましたね。問題は生活保護の支給額があまりにも低くなったってことなんですよ。
もちろん年金の支給額も思ったよりも少なくなりました。で、多くの方が全く希望を持てない。そんな世の中で、私は今なんとかね、奥さんと暮らしてるわけなんですけども、幸い、奥さんはね、私が50代の時に、看護師を目指して、今看護師として勤務してるんで、結構引っ張りだこなんですよね。仕事は忙しいんですけども、まだ若くて働けますんで、一生懸命働いて、まあ、私の生活を支えてくれてます。そういった意味で言うと、年の差結婚っていうのが、長続きの秘訣、有益な人生の秘訣だったんじゃないかなと思います。で、今、2044年、年の差結婚で幸せをつかめ、みたいなね。まあ、そんな書籍もベストセラーになっています。というのが、20代と40代の年の差恋愛、年の差結婚をすると、20代で女性が40代の男性の養いのもとの自由なチャンス、挑戦ができるんですよね。そして40代の男性が高齢者になった時、女性は様々な20代、30代のチャンスをものにして、高い収益を持つ仕事につけるんですよ。それが50代なんですよ。働き盛りです。で、収入もものすごく上がって、チャンスを作ってくれた、随分年上の旦那さんを養えるほどになったんですよね。まあそういった結婚観が今流行ってますけども、ただやっぱり結婚する人はすごく少ないですね。で、少子高齢化もピークアウトしたとは言われるんですけども、出生率は落ちて、去年だったかな、2043年でも50万人をついに下回ってしまったと。ね、46万人ぐらいの出生数だったと聞いてます。で、まあ今あれから20年経って私70代になったんですけども、なんとかこのようにね、生き延びて、動画を撮るまでにはなってます。で、結局 YouTuber はずーっと私の暮らしを支えてくれて、こうやって今でもね、放送できてるわけなんですけども、ね、想像してくださいよ。今私は20年後、2044年の東京に旅行に来てるっていう体ですよ。で、私は今こう見えてますけども、72、3歳だと想像してくださいね。それで回想しながら今、物語を作ってます。なんとか生き延びてるんですけども、当然ですけども、かつての面影は、ちょっとね、だいぶ変わってきて、老いてきました。でもまだまだ元気です。あ、肺が入ってきたな。で、街の人っていうのはね、ものすごく希望を失って、疲れ果てて、本当にヘトヘトになってます。そこに外国人が合法なのか不法なのかどんどん入ってきてね、ものすごく国内っていうのは分断が起きてます。で、外国人オーナーに使われる地元日本人っていう図式が珍しくありません。まあ私は YouTuber として独立してますけども、でもよく言われるのが、お前の雇い主は YouTube だろと。結局外資系に雇われてるんだろってことなんですよ。確かになと思いますね。私は Google から給料もらってるようなもんですからね。はい。ここら辺までがね、大体私の考える20年後の悲観像なんですよ。もちろんまだまだ続きはありますし、国際紛争がどうなったのかとかね、それから政治の腐敗はどこまで進んだのか、ドル円というのはどのくらいまで進んだのか、その他まだまだ言い足りないことはありますけども、今日はこのぐらいにしときたいと思います。いずれにしても少子高齢化がピークアウトしたといっても、これ以上減りようのないところまで減ったっていうところで、なんとか止まったっていうところでしょうね。で、消費税はなくなったんですけども、いろんなね、社会保障の負担ってのは上がってきますし、まあ相対的には20年前よりも、なんか国民負担率っていうのはね、今発表によると 37% ぐらいなんで軽くなったんですよ。で、その代わり、物価が高いです。すごく。それが20年後に起きたことです。例えば、ラーメンは2980円で1杯です。それだけじゃお腹がいっぱいにならないんで、餃子を頼んだりします。餃子は980円です。ですんで、お昼ご飯をちょっとね、お腹いっぱい食べても、6000から7000ぐらいかかるんですよ。で、給料は、時給で、今、最低賃金、1700円です。だから、3、4時間働いて、やっとランチが食べれるようなバランスですね。まあ、国民総貧困と言ってもいいでしょう。ただし、時給とか給料に頼らずに、物々交換っていう流れがありまして、物と物を交換するとね、やっぱり自分のいらないものが必要なものに変わりますんで、結構ベストマッチングするんですよ。しかもそれは地方でよく起きてます。
だからね、物々交換をスキルにした人って結構ね豊かに暮らしてますよね。それこそそこには納税ってものもありませんので、まあ今ね国会で審議されていて物々交換にも課税をみたいな感じになってますけども、まあ無理でしょうね。まあこういうふうに想像することができますけども、どうですかね。あ、ちなみに自衛隊は正式に軍隊になりました。アメリカの所属になりましたね。まあつまり自衛隊は軍隊に昇格してアメリカの2軍ということでね、アメリカの下部組織になりました。これによって武力を持たないという日本の憲法を破らないようになんとか方便を作ったってことになります。武器輸出三原則ってのは大きく改善されて、武器そのものを輸出することはなくなったんですけども、ただ武器に使われる可能性のある工業用製品ってのは結構好調で輸出が進んでますね。まあこんなとこじゃないですかね。また別の機会にやりますんで、その時お楽しみにされてください。以上、70代になった私が20年前を思い出しながら2044年の東京からの放送をするということでお送りしました。それでは。